男の子が大好きなお話母と子の読み聞かせ本ネズミのしっぽイギリスの昔話昔猫とネズミが一緒に遊んでいましたすると猫がいきなりネズミのしっぽを噛み切りました何をする尻尾を返してくれネズミが怒っていましたところが猫は尻尾を見せびらかして言いました「尻尾を返してほしけりゃ目牛のところへ行ってミルクをもらっておいで」 ネズミはメウシのところへ行きました。メウシさん、ミルクを送れ。ミルクを猫にあげなくちゃ、オラのしっぽが戻らない。するとメウシが言いました。ダメダメ、ミルクが欲しけりゃ、お百姓さんのところへ行って、干し草をもらっておいで。ネズミはお百姓さんのところへ行きました。お百姓さん、干し草を送くれ。干し草をメウシにあげなくちゃ、ミルクがもらえないし、ミルクを猫にあげなくちゃ、オラのしっぽが戻らない。するとお百姓さんが言いました。ダメダメ。 干干しし草がしきりゃ肉屋さんへ行って肉をもらっておいで。そこへネズミは肉屋さんへ行きました。肉屋さん、肉を置くで。肉をお百姓さんにあげなくちゃ、干し草がもらえないし、干し草を目押しにあげなくちゃ、ミルクがもらえないし、ミルクを猫にあげなくちゃ、オラの尻尾が戻らない。すると肉屋さんが言いました。だめだめ。肉が干しきりゃ、パン屋さんへ行ってパンをもらっておいで。 そこへネズミはパン屋さんへ行きました。パン屋さん、パンをおくれ。パンをお肉屋さんにあげなくちゃ肉がもらえないし。肉をお百姓さんにあげなくちゃ干し草がもらえないし。干し草を目牛にあげなくちゃミルクがもらえないし。ミルクを猫にあげなくちゃオラの尻尾が戻らない。するとパン屋さんが言いました。いいとも、パンをあげよう。その代わりこれからは小麦をかじってはいけないよ。少しでもかじったらお前の首をちょんぎるからね。はい、わかりました。もう決してかじったりしません。 そこでネズミはパン屋さんからパンをもらって肉屋さんに行きました。肉屋さん、パンをもらってきたから肉をおくれ。うん、こいつはうまそうなパンだ。よし、肉をあげよう。ネズミは肉屋さんから肉をもらってお百姓さんのところへ行きました。お百姓さん、肉をもらってきたから干し草をおくれ。うん、こいつはうまそうな肉だ。よし、干し草をあげよう。ネズミはお百姓さんから干し草をもらって目牛のところへ行きました。 目牛さん星草をもらってきたからミルクを送れ。うん、これはうまそうな星草だ。よし、ミルクをあげよう。ネズミはメウシからミルクをもらい、猫のところへ戻ってきました。猫さん、ミルクをもらってきたから、オラの尻尾を返しておくれ。すると、猫はにっこり笑い。なんてうまそうなミルクだ。よし、尻尾を返してあげよう。と言って、ネズミに尻尾を返してあげました。